6番ピッチャー岡部君。福島県立福島科学技術高校の攻撃は9番 DP 成川くん。
Thank you.
福島科学技術高校の子、失礼しました。得点はありません。観戦中の皆様にお知らせします。両チームとも1対1のまま7回を終了しましたが、同点のためこの回からタイブレーカーに入ります。8回の表、福島県立深川高校の攻撃は8番サード根本くん、2塁ランナーには渡辺くん、ユニフォームナンバー5が入ります。Thank you.
島県立深川高校の得点はありません。徳島県立徳島科学技術高校の攻撃は3番キャッチャー原田君、2塁ランナーには渡辺君、ユニフォームナンバー51が入ります。選手の変更を知らせします。3番キャッチャー原田君、ユニフォームナンバー24に変わりまして、代打野津君、ユニフォームナンバー27が入ります。
選手の変更をお知らせします。一塁ランナー根津くん、ユニフォームナンバー24に変わりまして、原田くん、ユニフォームナンバー24が再出場します。ご覧のようにただいまの試合は2対1で徳島県代表徳島県立徳島科学技術高等学校が勝ちました。